現在、中台の交流が盛んです。先月、高雄市の陳菊市長は、中国国務院台湾弁公室の張志軍主任と会見しました。しかし、高雄市は先月末、大規模なガス爆発に見舞われたため、中国との交流をいかに深めるかより、市長は目下の事故の措置を優先するかもしれません。7月31日、 高尾市で台湾史上最悪のガス爆発が発生しました。市街地の地下を走る工業用パイプラインから化学物質が漏れて引火したことが原因のようです。この爆発で28人が死亡、300人近くが負傷しました。しかし本日番組でお伝えするのは痛ましい事故で見せた台湾人の善意のパワーです。救援物資から事故情報をまとめたサイトまでボランティアが大活躍しています。 彼らの優しさと思いやりは、見るものに力強く豊かなエネルギーを感じさせます。<noise> ここは早朝5時の事故現場です。妻と息子が見当たらないという王さんは。一晩中、家族の行方を探していました。我十二点。 一縷の望みを胸に、最愛の家族を探す王さんですが、果たして再会が叶ったのでしょうか。7月31日、高尾市では、台湾史上最悪となるガス爆発が起きました。夜8時45分、市街地でガス漏れが発見されたため、警察と消防が現場に駆けつけました。10時過ぎには、爆発により、速攻の蓋が飛び、家屋も損傷したとの情報が伝わったため、 住民が逃げ出します。しかしこれは始まりに過ぎませんでした。11時過ぎ、轟音が響くと一面が真っ暗になりました。その後続けて大爆発が起き、町は壊滅的な被害を受けました。複数の通りが陥没し、地下からは炎が立ち上っています。火柱はビルの15階の高さにまで達しました。このガス爆発によってすでに28人が死亡。 二百八十六人が負傷しています現場には焼け焦げた車横転した消防車散乱する石ころが見られ道路は三キロ余りにわたって陥没しています翌日になっても火は消えていません徹夜で救出活動した消防隊員も目の前の山上に呆然としていましたやっぱりの山上に暴震していました 爆炸瞬爆得很大力、那一部云梯車飞到楼高、然后往右冲、摔到右边去你说人会怎样呢あまり知られていませんが、高尾市の市街地の地下には、工業用パイプラインが走っています。パイプラインに亀裂が入り、そこからガスが漏れ、爆発が起きたようです。 深夜の事故にもかかわらず大勢の死傷者が出ました。現場付近の住民の中には住まいを失ったり恐怖で帰宅できない人もいます。彼らを最も励ましたのが台湾全土から寄せられた善意のパワーです。複数の若手ミュージシャンは 台湾人の傷ついた心を癒し、元気を送りたいと共同でのろしという歌を作りました。また、若いネットユーザーたちは互いに連絡を取り合い、事故直後に情報サイトを立ち上げました。各大手メディアよりも素早い行動です。 爆発の起きた地点や危険なエリアが詳細に示してあるほか、避難所、無料で泊まれるホテル、医療サービスなど最新情報が掲載されています。救援ボランティアの募集も行っていました。今年3月のひまわり学生運動の時もネットが活用されましたが、草の根のパワーはより一層たくましく成長しているようです。救援物資ステーションには、 必要とする人々にすぐ届けられるようミネラルウォーターが大量に運ばれていましたそして台湾全土から集まったボランティアは秩序だって各種の救援活動を行っています那像我们自公の人数陸陸續續都一直有在增加当中这样就是全台都有陸續的自公来跟我們報名我們在現目前有的是像 ある住民は、真夏に体を洗えないのは辛いだろうと考え、シャワー設備のある車を出動させました。さらに、多くのホテルも無料で部屋を提供しています。わずか2日間で、義援金は2000万ドルに達しました。 事故の直後警察や消防が現場に到着する前から何の装備もない住民が大勢駆けつけ素手で救出活動を行っていました一瞬にして町が壊滅状態に陥った7月31日は高尾市民はもちろん全ての台湾人にとって痛ましい日となりました。しかしか この未曾有の事故を前にして、企業から芸能人、庶民まで、一人一人が可能な限り援助の手を差し伸べたことは、賞賛に値します。台湾人が見せた善意とたくましさは、闇夜に輝く希望の光とも言えそうです。新東人テレビがお伝えしました。